さっきですね、洗面所の戸棚っていうかね、戸棚っていうのかな、洗面台がありますでしょ。洗面台の台っていうのがね、物を置くようなところですけども、で、それ整理してたらこれ出てきましたね、これ。こんなの未だにあったんだと思って捨てようかなと思いまして、待てよと思いました。これ何かっていうと、肩とか凝った時にこう磁気があって、肩こりを和らげるっていうの、昔本当にね、肩凝ってたんだな。もう何年ぐらい前なんだろう、5、6年、もっと前ですね。5、6年、もっと前、7、8年前にこれ買ってつけてたんですね。肩こりがひどくて、最近全然肩も凝らないんで、もう忘れ去ってたところに、ちょうど先月あたり肩凝って、今もちょっと凝ってんですよ。ただ昔に比べると全然なんともないんで平気なんですけど、これが出てきたっていう、これをつけなさいっていう不思議な印と奇跡が起きたなと。大体にして、洗面台の棚っていうのかな、棚がちゃんと水掘ってあって、プラスチックのあれですよ、よく。あれがなんか落ちたんですよ。落ちるわけないですよ。誰もそこに手かけてないし、なぜか今パソコンで作業しようかなと思ったけど、ダラダって音が鳴って、何かなと思ったら、それ棚が落ちてるんですよ。ありえないことが起きてるんで、これをつけなさいっていう不思議な印と奇跡が起きたんじゃないかなと、前向きに受け取ってました。つけてみます、つけてみます。治るかもしれません。すっかり良くなると思います。で、今日はですね、新しいレンズ買って、その写真をお届けしたいなと思ってまして、これですね、このちっちゃいレンズですよ。これもプラスチック製で軽いんだな、軽いんだな。これ何かっていうと、和製ズミクロンって言われてる、XR リケの、リコーで出してたやつですね。F の2、50mmF2。L ってついてるから2代目みたいですね。調べてみると2代目。初期型が L っていうのはなくて、初期型は、まあ、金属製で高級感があって、ちょっと重い。で、僕買ったのは、その初期型の次。っていうことで、ちょっとプラスチッキーでね、高級感はちょっと失われるんですけど、写りが良ければいいかなということで買いました。ペンタックスの K マウントです。 K マウントで、なんでこれを欲しがったかなと思ったのは、まずペンタックスの僕 K5-2S っていうカメラ持ってるんで、まあ、それがね、マウントアダプターなくてもこれ使えるなっていうのと、まあ、ネットの評価見て、まあ、ズミクロンって言ったらライカですよね。M 型ライカの、まあ、とてもよく写るレンズ。で、それと遜色ない写りがすると。で、安い。まあ、オールドレンズっていうのもあるんですけど、当初これ出た時、富岡光学っていうところで作って出してたらしいんですけども、その当時ですら安かったんですよ。で、今はなおさら安いって。いや、安かったら買うしかないなっていうことで、ペンタックス機も持ってるかなということで、今回これで、撮りました、撮りました、撮りました。で、ペンタックスっていうのカスタムイメージっていうのがあって、僕、リバーサルフィルムっていうのを結構好きで使うんですね。まあ、ほぼベルビア。富士のベルビアです。富士フィルムの、フィルムシミュレーションってあるでしょ？あれにベルビアもあるんですけども、それ以上に僕ペンタックスの方がベルビアと思ってるんですよ。いや、ペンタックスの技術力ってすごいなと思ってるんで、ですから、緑なんかの発色がすごいですね。このレンズ自体なのか、まあ、レンズじゃないでしょうね、カメラなんでしょうね。もう緑の発色が素晴らしい。ですから、その緑をグリーンシーズンの時はたまに持ち出して、カスタムイメージの、リバーサルフィルムですね。リバーサルフィルムで撮ることが結構あります。で、今回はそれの和製ズミクロンって言われてる XR リケの、で撮った絵をね、皆さんにお届けしたいなと思っておりました。それではどんな絵になるんでしょうか。期待してちょっと見てください。Thank you.
和製ズミクロンとの相性がついている XR リグノン 50mmF2.0。 僕はこのレンズの特徴的なボケ感に心が惹かれた。被写体の前面にボケを出すと、それがメルヘンチックな写りになるんだ。このレンズともずっと付き合っていくことになりそうだね。